他母子の本当の違い、実はそれは力の方向。動詞から発せられた力が主語の方に向いているもののことを自動詞、目的語の方に向いているものを他動詞というのね。例えば The spoon bent、 スプーンが曲がる、この曲がるという動詞の持つ力はスプーンに対して影響を及ぼしているのが分かる、これが自動詞。それに対して I bent the spoon、 私はスプーンを曲げた、この曲げたという動詞の力が働いている先はこの目的語スプーンだよね。まとめ、動詞というのは主語が持っている力のことで、この力の方向性で自動詞と他動詞が決まっている。自動詞は主語自身の動きで主語にしか作用しないもの、それに対して他動詞は主語の力を他者他物にぶつける動きなんだ。自動詞は主語の方向に力が向いているので目的語は必要ない。他動詞は目的語の方向に力が向いているので必ず目的語を取る。これが目的語を取る取らないの本当の意味。